もしもし、みんなこんばんは。ペイントークのお絵かき配信始めるよ。始まります。始まりました。始まったね。シャルちゃん来ちょる。いらっしゃい。あ、待機ありがとう。今日はね、うん。ねるちゃんもね、すごい。めっちゃ可愛い。夏祭りのイラスト描いちょる。そう、夏を全然満喫できなかったから夏のイラスト描いてる。あ、サルちゃんこんばんは、ありがとう。うん、すごいね、うん、夏満喫すごい。背景もめっちゃ綺麗。え、この背景あれだよ、写真だよ。後で描き直すからこれ。あ、ほんまに？すごい、うん、カリカリ仮で貼り付けてるだけだから。うん、うちもね、今日はあの続きをね、ちょっとやっていこうかなって思うよ。お姉ちゃんだいぶ書き込みがすごく、あ、ほんと嬉しい。うん、うん、あ、シャルちゃんかわいい、ありがとう。うんね、うん、今回あれじゃない？前、うん、想像してたよりだいぶ書き込んでるからびっくりしたんだけど。ほんと嬉しい。うんうん。あ、下月さんいらっしゃい、こんばんは。あ、下月さんこんばんは。今日はね、お絵かきするけん、みんなもよかったら一緒にお絵かきしていこう。みんな絵描けるのかな。みんなうまいと思うよ。みんなうまいか。こちらも負けんように頑張ろう。いや、負けたくないね。なんか、いや、ほんとコロナでいろんなところ行けなくて、うん、全然夏祭りっていうか満喫できなかったなって思って、うん、なんかお姉ちゃんって夏祭りに思い出とかあったりする？え、それはの今年関係なくて、うん、なんか夏の思い出、夏に、いや、思い出っていうかこれしたかったなとか、なんでもいいんだけど、なんかある？今年の話？今年でもなんでもあり。なんでもあり？ん？したかったこと？いや、して楽しかったこと？どっち？そこまで具体的に考えてもいいんだけど、うん、そうだね、そうだね、そうだね。じゃあ今年やったこと、うん、したかった夏。今年やりたかった夏休み？あれじゃね、プールに行きたかったね、うん、すごい。あ、チョウさんいらっしゃい。あ、褒めてくれて嬉しい。ありがとう。シャルちゃん。私の絵も見れてないよね。はい。一緒に見てくれてありがとう。あ、アンさんも来ちょる。こんばんは。こんばんは。ねえ、みんなで一緒にお絵かきいっぱい練習してね、数書いて上手くなろう。うん。いや、もう、うん、うちね、泳ぐの好きだからさ、すごい流れるプールとか。泳ぐの好きなんだ。うん。ね、それは初耳だ。いや、うん、私も泳ぐのは得意の方だけど、なんでがっつり行こうとは思ってない。あとはあれじゃね、屋台のやつとかいっぱい食べたかったな。屋台ね、行きたかった。私も、なんだろう。奈良にある東華楼、うん、ちょっと声がガラガラってなっちゃった。うん、コーヒー飲ませて。はい。コーヒー飲んだらもっと来そうなイメージあるけど、そんなことない？ない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 、大丈夫大丈夫。なんかさ、うん、なんかさ、なんかさ、東華楼っていうかさ、うん、なんかロックを奈良公園全面になんか建てるやつがあるんだよ。うんうん、それがすごく素敵で、うん、あ、行ってみたかったなっていうのが、毎年やってるんだけど、やっぱり、うん、コロナで、いや、今年もやってたっちゃやってたと思うんだけど、うん、うん、行けなかったね。ねえ、シャルちゃんね、花火大会行きたかったね。うちもね、あの
職場からねちょっとねどんどん音が聞こえるっちゅうことあったんじゃけどね、やっぱね今のご時世ねちょっと見に行くのちょっとあれだよね、遠慮してしまうよね。え、花火とか全然聞いてないよ私は。ほんまに？いや行きたかった本当。なんか今年は本当に家にこもって、それこそユナイトしかしてないからね昨日の配信すごかったもんね、めっちゃ配信しちゃったもん。昨日7時間配信してたから。うん、うちもね、うん、休憩中にねメンタの応援したんだけどね全然見切れんかったよ。いや、あ、お姉ちゃん来たんだなって途中で思った、うん、コメントを読み返し、あ、いたんだって。え、悲しい。いや、でもお姉ちゃんいらっしゃるとは言ったんだよ。うん、多分聞こえてないと思うけど。うんうん、うん、あ、来てたんだって思って、多分数分ぐらい経ってから、あれゲーム結構シュッ、あ、いらっしゃい、ゆきとさんいらっしゃい。あれゲームとしてさ、すっごいさ、うん、なんか集中してしまうからさ、うんうんうん、ストーブに来てからじゃないとなんか全然コメント読めなくて。ああ、あるねそれ、すごくわかるよ。おろ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 ってしてて、うんうん、一瞬の油断がね、うん、命取りじゃもんね。そう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 、はいってね。んシャルちゃんみんなユナイト上手じゃよね。7時間の体力、ね、いや、うん、むしろさ7時間するよりは仕事するよりは楽だなって思ってるんだけど確かにしんどいけど、うん、あの時7時間配信してた時に、今はコーヒー手元にあるけど、うん、飲み物がなくて、すごい大丈夫だった？7時間、うん、いや大丈夫大丈夫、7時間ずっと喋り続けないとダメなのだったのが、うん、一応苦痛ではあった。苦痛ではあったなんかめちゃくちゃなんていうの、なんか大変じゃった？ここでコーヒー汲みに行ってきますとか言うのもなとか思いながら、いろいろ考えてたんだけど、まあ飲み物飲んでお手洗いとか、うん、うん、行くのもなとか思ったし、それでちょっと結構悩んでた。ね、裏話。ゆきとさんねすごいよね、うん、あ、ゆきとさんねるねるはすっかりユナイト勢の印象ほんまじゃよね、すごいカビゴンめっちゃ強くなっちゃるよね。ね、仕事大変じゃん。確かにね、仕事よりかもね好きなこと遊んじゃった方がね時間あっちゅう間に過ぎるけん。ゆきとさんも最近ユナイトすごい頑張ってるなっていうイメージがあった。うんうん、だからね、また一緒にやりたいなって思うんだけど、あれ変な動きが悪い。なるちゃんのあれ浴衣めっちゃ綺麗じゃねえ。浮いたけど、なんでこんな価格なんだろう。ペンの電池がないのか。カメックスも来ますね、じゃって。そうなんだよね。そうなんだよ。そうなんだよ。私絶対カメックス使うからね。タンク好きなんじゃねえ。タンク大好き。ほんとタンク。サルちゃんめっちゃわかる。ね、配信楽しいけどね、すごい集中するよね。うちもね、配信するときはね、ドキドキしながらやっちょるよ。でも長時間配信の時って、うん、これも裏話で言っちゃうけど、なんかね、あ、変なことは言わないよ、うん、なんか基本、うん、ワーギャー言ってる感じはある会話もたないじゃん、そんななんかベラベラずっと喋ることができないから、私って結構人見知りであんまり喋ることができないんだけど、うんうん、うん、まあ基本家にこもってるニートみたいなやったし、仕事はやってるけどね、仕事はやってるけどニートみたいなもんだから。ねえ下月さん、カメックス楽しみじゃよね。フリーの玉じゃ
こんばんは。こんばんは。300人血祭りにした人じゃん。血祭り。そうなんじゃよ。血祭り、血祭り良くない。血祭りね、すごい、すごい人なんよ、この人。今度ね、9月のね、4日じゃったっけ、ね、マイカ配信とかあるみたいじゃから、そうそうそう。ねるちゃん、うちらもマリカするときにはね、フリーザ様に気をつけんといけんよ、すごい。私はマリカすっごく弱いよ。フリーザ様ね、すごい聞くところによるとね、すごいあの、甲羅って投げて当てるもんなんじゃけどね、すごい、甲羅持ってね、バシバシ叩くみたいなんよ。あ、いるいる、そういう人いる。あの、周りにつけて当てていくタイプね。はい、そう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 。いるね。ちょっとね、でもすごい、そんな技術も私はない。結構ね、私マリオカートで最下位になりまくってるイメージ。最下位になって、そのゴールしそうだなっていう時に青コーラ投げてちょっとだけ順位を上げるっていうことしかしない。ね、ゆきとさんね、本当よね。なんかすごいフリーズ様来るとめちゃんの盛り上がるよね。ネルさんの姫も聞いてみたいですね。じゃって怖い怖い。ネルさんの姫そんなに聞きたい。いや、そういう場合はあのショート動画にバイオハザードやってるやつがあるからそれ見て。チョッペもあるから。あれ案外姫上げてる。うん、私そんな悲鳴あげないタイプではあるけど、結構頭使いながらいろいろゲームとかやりたいタイプで、うんうんうん、あんまりそのなんだろう、初めてのゲームだからこうしないとなんか何も知らない状態で挑戦っていうことが私できなくて、結構ねえシャルちゃんね、ほんと新しい犠牲者出てしまうかもしれんよね。うちもね、すごいマリカやってみたいんじゃけど、ちょっと練習戦とね、フリーザ様と戦いんよね。いや、フリーザの様は金色になるから。どうなんじゃろうね。あのフリーザ様、マリカの強さの時どれくらい本気出しとるんじゃろうって思うんじゃけど、いや、もうその時はあのマリカじゃないやつで勝負しよう。もう勝てないでしょ。ねるちゃんの動画めっちゃ見てくれちょるって、すごい嬉しい。ありがとう。いや、それ嬉しい。 それはすごく嬉しいよ。ありがとう。この前も新しい動画ツイッターに上げちゃったよね。ああ、バグね。バグちゃったっけ。なんかもっと上げてなかった。あ、そうじゃ、透けるやつ。そうそう、バグバグ、あの、ユナイトバグ。あれ普通にね、うん、いつもあのユナイトって OBS つけながらしてるんだよ。うん、 OBS で表示したので遊んじゃるんじゃね、うん、OBS で表示はまた別なんだよ。あ、そうなんだ。 OBS で音を聞いてる感じなんだ、どっちかというと。うんうん、録画して、録画して、何言ってるんだ。あの、配信者の悲鳴聞きたいがためにマリカやってると言っても加減では過言ではありませんからね。すごい、怖いよそれ。鬼じゃ、鬼がおる。怖いよ。宇宙の帝王じゃ。ね、すごい。こういう人と、あの、キングちゃう、なんか、なんや、スマブラ、なんやっていう、スマブラやったら、多分ひどいことになるんだろうなって思う。ああ、すごい、あの、王冠ね、王冠くれんかもしれんね。カイカイさん、初見です。あ、いらっしゃい、今日は。え、カイカイさん、追いかけしとる。カイカイさん、カイカイさん、初見じゃないよ。初見詐欺、詐欺なん？初見詐欺だよ。私の配信めっちゃ来る。
じゃああれじゃない、うちらと2人でおるのが初めてなんじゃない。うん、それは多分初見なんだろうけど、違う違う、あのね、カイカイさんは私のユナイト配信来て初見ですって言って、うん、一番最初やっぱり参加型だからさ、うん、その初見さんは入ってきてください、でその後から早いもん勝ちでやっていきますっていう感じでいつも言ってるんだけど、カイカイさんはいつも初見ですって言って入ってきて、でこの前言われたのは、この配信者ちょろいわって言われて、いや入りたかった、入りなよとか思いながら、いやめっちゃ、ね、めっちゃ遊ばれちゃうんじゃね、いいんだよ、いいんだよ、それはもう完全にネタとか冗談とか分かってるからいいんだけど、シャルちゃんお茶目機能も出て、うん、すごい、カイカイさん初見ですって、すごいめっちゃ初見だって。ゆきとさんマスターの民だ、カイカイさん別のところからうちらのところチャンネル見に来てくれちょるんかね。違うでしょ、ビギナーあれでしょ、サブアカでしょ、本アカの方はビギナーじゃないじゃん、マスターじゃん。カイカイさんめっちゃ強いの、ユナイト強いよ、すごい、でもね、ユナイト強いからこそすごく助かってる、うん、あ、チーム戦じゃもんね、そう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 、まあちょっと昨日ね、ちょっとね、うん、コメントが荒れそうになったからちょっとヒヤッとしたけど、あ、ガオさんじゃん、いらっしゃい、あ、ガオさんこんばんは、いつもコメントありがとう、すごい嬉しいよ、最近あれだよね、ツイッターでめっちゃいっぱい絵描いとるよね、うちもめっちゃ好きでさ、うん、あのなんか、ね、ガオさんね、すごい絵だけじゃなくてアニメーションとかもすごい作っちゃって、あ、そうなんだ、うん、ガオさんのイラストはちょこちょこ見てるんだよ、うん、すごいね、流れてくるから、うん、え、そんなこともやってるんだ、うん、すごいよ、見て見て、あのうちそう一番びっくりしたんがね、コラボ配信の時のすごい OBS のね、すごい演出すごいんじゃよ、そうなんだ、うん、すごいよ、あのね、あの紙吹雪が舞ったりとかしてね、めちゃめちゃすごいんじゃから、うん、後で教えてあげる、まうん、うん、チャンネル登録していきます、チャンネル登録して動画見に行きます、いやもうしちょる、よろしくお願いします、しちょるよ、うん、しちょるよ、いや違う、私のアカウント、うんうんうん、うん、カイカイさん、カイカイさん、基本的に私のアカウントを見ていく感じだから、うんうん、カイカイさんいじけてしもうたよ、え、なんで、プリンシャンシャの沖縄の、みんな意地悪してないじゃん、大丈夫大丈夫、意地悪してないから大丈夫だよ、プロレスじゃった、え、昨日って私の配信の方だよ、あの荒れたっていう、うんうん、別に意地悪はしてないです、大丈夫です、ガオさんの動画はね、本当にあのポケモンのねバトルアニメーションでもうちビビビビってきて、うん、なんじゃよ、ねるちゃん俺なんじゃね、たこ焼き好きなんじゃね、たこ焼き好き、いや祭り行ったらさ、あの焼きそばとかいろいろあるけど、うんうん、たこ焼き一番手に取るかな、あ、たこ焼き好きなんじゃ、すごい、夏祭りに食べたいもん、たこ焼きか唐揚げ、あー、うちはね、わたがしとね、わたがしと、あ、肉の串、肉串食べたい、肉串、あー、あれ高くない、え、うちあれ、買ったら買う、なんか祭りにふさわしくないじゃん、なんか高すぎて、
つなのかな、何の、私はちょっと手出せない。え、カオさん、え、すごい、めっちゃ褒められちゃう、嬉しいね、ねるちゃん、ね、え、カオさんめっちゃうまいちゃう、うん、うちらはちょっとねるちゃん描けるアニメーション、アニメーションは描けない。え、すごい、うちはね、ちょっとあの、うちはあの、かぶってしまうね。うち喋っていい先に。うん、うちね、すごいあの、不思議花とネギがないとか戦っちょるあの、ガオさんの書いちょるアニメーション見てね。うん、これびっくり。すごかったんよ。はい、ねるちゃん。いや、普通に私はライブ 2D とかそういうのしか作れないよっていう。うん、うんうん。うん、うちもね、すごいそこ自慢。ねるちゃんすごいんじゃよって。うん。かいかいさん、祭りはビールに焼き鳥じゃよだって。私ビール飲めないんだ。お子ちゃまだから。コーヒーはガブ飲みするけど、ビールは飲みません。アルコールダメなんじゃん。うん。アルコール全然ダメ。全然ダメ。千葉さん譲り合いかわいい。褒めてくれてありがとう。うん、かき氷ね、今、うん、のかき氷すごいよね。あれ、なになに、奈良とか、ね、かき氷、今のかき氷すごいなって思って。うん、あれじゃよね、うん、本当にあのすごいふわふわしたかき氷めっちゃ多いよね。うん、あとさ、あとさ、あとさ、ん、あの奈良ってすごくかき氷有名な、うんうん、ね、なんかよく、うん、なんか奈良行く、奈良奈良に行くことがあるんだけど、うん、奈良に行くときにね、かき氷屋さんの近く通ると結構大行列になってたり、やっぱりすごいんだなって。今なんかかき氷ブームが来てるじゃん。うん。うん。かき氷の専門店とかあるもんね。うん。だいぶ増えたね、かき氷の専門店。うん。あ、ガオさんにそう言ってもらえるとめっちゃ嬉しい。ねえ、ほんとよ、ねるちゃんすごい、あの、髪の毛にこう入っちゃるね。色の光の塗りがすごい綺麗じゃよね。ありがとうございます。ね、ピンクとね、水色のね、すごい。逆光じゃもんね、すごい。逆光、逆光。うん、あったかい感じですごい好き。あ、かいかいさん、ビール飲めないでやんのじゃって。飲めないよ、だからどうしたの。だからどうしたの。ガオさん、コーヒーフロート大好き。あ、美味しいよね。コーヒーフロートはね、あ、フロートだから牛乳入ってるのか。牛乳じゃないよ、アイスじゃよ、アイス。アイス、アイス、アイス、アイス。うん。え、取って牛乳入れて溶かさなかったっけ。あ、今うちが頭の中で、あの、でちょるの、あの、ソーダフロートみたいな感じで、アイスでちょるんじゃけど、コーヒーバージョン。私なんかミルク多め系フロートってなんだろう。え、アイスが浮いちょるからフロートじゃよ。フロートってほら浮くっていう意味じゃろ。あ、そっかそっか。うん、あのシャーベット状のなんか細かいシャーベット状みたいなやつあるじゃん、それを耳にしてた。うん、あれ何て言うの。メリーのアトリンさん初見です、こんばんは、いらっしゃい。うん、いらっしゃい。今ね、2人でそれぞれイラスト描いちょるよ。いや、ビール、あ、ガオさんのやつちょっと違うかも。コーヒーのかき氷に、あ、かき氷なんじゃん。かき氷のコーヒーフロート、コーヒーのかき氷にバニラアイスつけてるやつ。え、何それ、めっちゃ美味しそう。あー、多分違う。二人とも違うイメージしてる。
美味しそうじゃね、すごい。そう、最近ね、かき氷もね、いろんな味でちょるからね。うん。ねるちゃんね、そう、ビールね、すごい分かりみ深い。うん。ああいうね、すごいイベントの時に飲むすごいお酒ってめっちゃ美味しいよね。私、お酒、ね、酎ハイの度数が 3% でも酔うから、うん、口に含んだだけで酔うから、お酒は本当にダメなんだ。え、なんで酔っちゃダメの？いや、酔っちゃダメっていうか、酔うイコール気持ち悪くなるんだよ。あ、そうなんじゃね。だから、酎ハイを口に含むだけで酔うから、あんまり、うん、ね、なんか、酒の入った漬物とかあるじゃん、あんなも全然食べれなくて。奈良漬け？ん？奈良漬けとか。うんうん。期間奈良出すぎじゃない。下月さん、そうそう、オクトーバーフェスとか行きたいなって。うん。10月？ねえ、今年どうなるんじゃろうね。なんかあんまりイベント回れそういないよね。ちかさんじゃん、うん、いらっしゃい。あれじゃね、すごい着物のすごいあれ丁寧に塗っちょるね。丁寧に塗ってない、塗ってない、結構粗い。今そのイメージしながら服のシワを描いてる感じだから、そんな、うん、丁寧ではない。これあれなん、最後あの模様入れる？あ、最後模様入れるよ。あ、すごい。どんな柄になるんじゃろう、めっちゃ楽しみ。あ、このなんていうんだろう、花びらみたいな感じにしようと思ってるけど、うんうんうん、それを散らばせるみたいな感じでやりますやります。お姉ちゃんのその後ろのさ、ギザギザは何？あ、あんね、すごい背景寂しい、背景がちょっと寂しいから、あの配信始まるちょっと前にあのニョキニョキって書いたん。いや、これ使わないじゃん。いいけどね。うん、使わんけど、うん、うん、でもなんかすごいね、真っ白じゃからちょっと。ねるちゃんみたいにね、背景あったら、うん、背景あったらよかったんじゃけど。私も背景なかったらこんな感じだから。ああ、でも、うん、でもすごい。黒のバッグが。ないから見えないし、こうやったら全然違うでしょ。祭り行ってますみたいな、うん、やっぱりね、うん、背景大事じゃよ。うん、うん、祭り、ね、今ちょっとぐさってきちゃったな。え、なんで？私いつも背景がない。え、でも結構描いちょるじゃろう。背景っていうか、背景だけを描いてるとかそういうことはあるけど、あのあれじゃよ、うん、あのクリスマスの絵とかツイッターにあげちゃったやつとかね、すごい描いてたね。今思えば描いてたね。描いちょる描いちょる。あ、かいかいさん、やさせ、ほんまに？いや、そんなことはないんじゃけど。え、なんで？え、みんで、みんで、みんで。お姉ちゃん、お姉ちゃん優しい。優しい、優しい。ちょっと棒読み感で言っちゃったね、ごめんごめん。優しい、優しい。ね、うちらこんな感じじゃから、普段。沼月さん、こんばんは、いらっしゃい、一緒にお絵かきしよう。あれだよ、お姉ちゃん思ってる以上に厳しいところあるから。うん、
うちもそれ否定できんね。私がちょっといい加減な人だから。すごく繊細、繊細だからこそ多分優しいんだと。そういうことにしとこうね。あ、カオさんすごい、本当に理想的なお絵描き仲間に見えてますいつもって。うん、本当ないよ。すごいねるちゃんのね、すごい得意なことはね、すごいうちにはできんことでね、すごいねるちゃんが褒めてくれるのもね、すごい、うん、あの嬉しくって。そう、お互いのね、すごいあの苦手なところをね、すごいフォローし合ってね、いっぱいねお絵かきしとるからね、すっごい楽しいよ。本当に、うん、いや私は楽しいけど、本当に、うん、うん。いやちょっと不安でさ、いや確かにさ、あの私あの、うん、そのやっぱりキャラクターを動かすとかやってるじゃん。確かに線画がすごく苦手で、で私の今のね新しい衣装とかした時に、あのお姉ちゃんに線画を渡したっていうかお願いしたんだよ。で私線画すごく苦手だから渡して、でキャラクター動かすっていうのは私自身がやったんだけど、いい役割分担できたよね、すごい。うん、あれ多分お姉ちゃんいなかったらできなかった。あ、そう言ってもらえるとめっちゃ嬉しいよ。どうもどうも。いや今日何だろう、姉妹の褒め合いみたいになってるからちょっと嫌なんだけど。結構恥ずかしいんだよね。クイさん、ねるねるはライバルじゃって。うん、うちもね、すごいねるちゃんね、実はね、すごいライバル知ったと思っちょる。どこが？イラストではお姉ちゃんに完全にかなわないから。いやいや、そんなことないよ。いや、それは本当なんだよ。なんて言うんだろう、私自身がそのイラスト自体がまだ固定してないし、でそのなんて言うんだろう、こうやって一応絵描いてるけど、あのなんて言うの、うん、ちょっとちゃんと言えないんだけど、そのやっぱり私ってそのあるものに対しての描く集中力は、そのものを描くとか模写するとかはすごく特化してるのは特化してるんだけど、じゃあオリジナルのイラスト描いてって言われたら全く手つけれないくて、イラストレーターとしては結構ダメな方なんだよ。うんうん、でもお姉ちゃんはその分そうやって想像で描けるから、お姉ちゃんは多分イラストレーターとしては十分良くて、じゃあ私の分野って何ってなったら、やっぱりその物を作るいうか形を整えるとか、そういう動かすとか、やっぱりそっちの方に、うん、振ってる部分があるから、うん、やっぱりお姉ちゃんとはやっぱりちょっとライバルっていうか、本当にちょっと違うかなっていう感じはある。お互い負けんようにね、得意な分野ね練習しちょるんじゃよね。カオさん、うん、そうじゃよ。うちの方がね、大きいよ。
さん、いらっしゃい。あれ、ロイちゃん大丈夫？あ、ロイちゃん、うん、遊びに来てくれてありがとう。今日、アイコン使わせてもらってます。アイコン？サムネイル、サムネイル、サムネイル、サムネイル使わせてもらってます。ありがとう。最近ね、なかなかロイちゃんと話してないからね、お話したいなとは思う。またあれじゃね、あのスペースとかでお話ができたらいいね。ね、今スペースの方が立てるのはできるんだけど、その通話に参加しに行くっていうことがちょっと今できなくて、うん、なんかちょっとバフじゃなくてパソコンの方の修正が入ったのかな。どうなんじゃろうね、すごい。あ、フリーザ様帰ってきちょる。血祭りスポットから戻りましたって。あ、またサイヤ人をすごい滅ぼしてきたんじゃん。お疲れ様です。ねるちゃん寝ちゃった？え、寝てた？何が？寝てる？カイカイさん、ほら。うちが声かけた。寝てないよ。あれでしょ、あの前のあれでしょ、ね、寝る寝る寝る寝のことでしょ。いや、私さ、あの、うん、なんだったっけ、あの、ねるねるって言われてるじゃん。うん。なんか、言われるようになったんだよ。ねるねるって。うん。どういう名前にしよう、どう呼ばせてもらおうか、みたいな感じの話になってた。うん。ねるねるって言うねって言われて。で、ちょっと、誰が言ったかわかんないんだけど、じゃあ私がねるねるだから、うん、ねるねってなったらねるねるねるねになる。しょうもないけどね。しょうもないけどねるねるねるねになるから。ロイさん、スペース今とても重くて。あ、そうなんじゃん。早くね、またみんなでおしゃべりできたらええね。うん、またしたいなっていうか、ロイちゃんディスコード知ってるから、ディスコードでまた喋ろうよ。あれじゃね、またね、あのこの前のツイッタースペースの時みたいの配信みたいなね、みんなでねお話ししながらちょっと配信できたら楽しいじゃろうね。いや、でもやっぱりね、配信でまた別だからちょっとあれだなって思って。この前ちょっと反省したんだよ。あ、そうなんじゃん。うん、やっぱりさ、みんな入りづらいじゃん、配信してるんだって。なんかちょっと、あ、これはちょっと違うのかなって思ってしまって。あ、ちかさんのコメントすごいわかりやすい。そういうことなんじゃね。あ、そう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 、犯人。あ、チカさんが犯人だったんだ。そう、ねるねるねるねって言われて、あの、いや、私自身気にしてないっていうか、あ、それいいな、だけど。最近なんか CM 新しくなったって聞いたんだけど、最近？ちょっと前なんかね。うん。まあ、いや、私 YouTube でよく見てるのは、よく見てるっていうか、寝れば寝るほどヒー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 しかわかんなくて。新しいので撮るみたいよ。そうなんだ。ヒーヒーヒーって言わんので、知恵菓子が人気あるから、ね、そういうねるねるねるねとかもまた人気出てるのかなとか、うん、そうね、すごい最近お菓子あれすごいよね、うん、YouTube でもよく使われるじゃん。うん、うん、だから余計にあれなのかな、売り上げが上がってるっていう感じなんだけど。あ、カオさん、それそれそれだよ。ほんとね、最近じゃとね、あの日本庭園作るお菓子とかねあるけんね、ほんとびっくりするっちゃ。日本庭園、そうそうそう、あのね、
飼育員あれとは違うんかね、すごいあの盆栽とかね、すごい作れるんで、お菓子で。なんちゃったかな、なんか幼稚園が自粛生活してるなってなっちゃう。うん、でもね、その盆栽食べられるよ。嫌だ、食べたくない。嫌だ、なんか嫌だ。すごい、あの日本庭園っていうか、なんかね、鯉がね、泳いじゃるような、なんかすごい、あの日本風のなんかすごい和風のお庭見庭園みたいなのをお菓子で作ったりとか。何それ、気持ち悪い。パッケージ見てみて、調べてね、あとね。うん、すごいよ。あ、みんなねるねるねるねの魔女の人になっちょる。猫顔、猫顔っていうことは私の真似してるだけでしょ。そういえばさ、時って知恵菓子買ってもらった？あ、ねるちゃん、顔固まっちょる。ちょっと画面近づきすぎた。うん、すごい。でも今度あれじゃろ、ねるちゃんの、もしかしたらあれなんじゃろ、あれ話して大丈夫、あの魔女ののやつ。それは私のあれじゃないからね。でも宣伝だったらいいんじゃない、うん、わかんないけど、私の企画じゃないからとも言えないんだけど。あ、いや、あのゲーム、名前出す分には大丈夫じゃない？あ、名前出す分には全然いいと思うけど。あ、アンサーもしてくれちょる、嬉しい。めちゃ有名じゃよね。そう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 。いや、そのコマーシャルさ、また使えばいいのにとか思ったよね。あー、CM の再放送？再放送っていうか、あれすごくインパクトあったから、また使えばいいのにとか思うのは思うんだよね。あれじゃよね、あのその時の商品売っちょるやつだから、こうアーカイブみたいなね、なんか再放送みたいなまとめとかなかなかないじゃろうしね。昔の CM ね、見てみたいよね。たまに、その、たまにじゃない、YouTube とかで昔やってた、うん、あのコマーシャルみたいなやつを見たりする、うん、あれで、あ、こんなのやってたな、このコマーシャル面白かったなとかは結構見るかな。昔のやつはね、すごい車の CM とかめっちゃかっこいい。あとタバコとか、うん、そう、私的に、うん、あのポカリスエットとか、うん、その辺はすごく、あ、この時この女優さんだったんだとか、うん、あとなんかすごくインパクトあるなって思ったコマーシャルが一本あって、なんか栄養ドリンクのダランっていうコマーシャル、うん、あれはインパクトあるなと。おお、どんな CM？ 言えない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 。ダラン、ダランって言ったら分かる人には分かるような気がする。ほんまに？じゃあとちょっと調べてみよう。ダランっていう栄養ドリンクのコマーシャルけど。ファイト一発のあの健康すぎのとかじゃなくて、じゃないじゃない、あれも古いね。ほら、アンさんがダーンって言ってるじゃん。アンさん知っちょるんじゃ。知ってる知ってる、多分知ってる、うん、いや、あれこんなコマーシャルやってたんだっていう感じで、って
今もあれだよね、すごい CM いっぱい出ちょるよね。あのすごい CM、こっちょる CM。 今何凝ってる？ポカリセットがこっちょったかな。アクエリウスじゃっけ、あのスポーツドリンクかなんかじゃったんじゃけど、あのワンカットですごい、あの女子生徒が、女学生がすごい、あの校内を走め、ああ、わかったわかったわかった。ポカリスエット。廊下がすごいね、波打っちゃったりとか。うん。映像的表現すごいくて、はい、これってすごいコンピューターグラフィックでめっちゃやっとるんじゃろうなって思ったら、全部実写じゃったっていう。すごいっていうやつ。なんか、海外ですごく人気あったと。どうのこうのっていうのは聞いたかも。うん。メイキングのやつ見たんじゃけど、本当にね、あの撮影用に使う学校のロゴが歪んじゃってね、すごいあれびっくりした。うん、ね、今もすごいのいっぱい出ちょるよね、ほんと。うん、ガオさん、ペプシマンの CM わかる、いいよね、すごくインパクトある。ペプシマンっていうあれがな、懐かしいっていうかな、というか、あの銀色のテカテカしとるやつよね、すごい。うん、シュワシュワっていう、あれはギャグなの？え、真面目じゃろ。真面目なんだ。なんか基本的にへばりついてるっていうイメージがあるんだけど。あ、ほんまに？なんかバンってなんか最後壁にぶつかるみたいな。カメラ使って。そうな？うち、あの喉乾いちゃったら、あの走ってきて、あのコーラくれるすごいええ人ってイメージなんじゃけど。なんかちょっとおっちょこちょいのイメージが。私に。ああ、でも、うん、そういうところ可愛くて好き。可愛いんだ。あれ可愛いと思う。なんかゲームも出ちゃったよね。なんか、ゲーム出てたんだ。うん。困っちゃる人にペプシを届けるっていうゲームがあったと思う。うち見たもん、なんか。何それ。何それ。カイカイさん、めっちゃ怒っちゃる。カイカイさん？うん。ねるねるゆるさん、え、な、え？だ、だ、だーなんちゃらじゃない、だんだだん、だんだだん、ねるねるゆるさんってな。CM の話じゃん、CM の話。え、わからん、わからん、つまり。え？ CM の話？だ、だ、だのやつがなんかやばいやつって言っとったじゃん。ああ。え、それと許さないって何の関係があるの？え、そんなすごいショッキングな CM なん？そのダッダッなんてやつ。全然ショッキングではない。え、ガオさん、シュワーペプシマンの真似めちゃくちゃ流行ってた。うん、ペプシマンのゲーム面白い、面白い、やってみたい。え、下月さんもペプシマンのゲーム面白いって。知らない知らない知らない。そんなのあったんだ。遊んでみたいね。え、実況するの？コーラ飲みながら実況する。コーラ飲みながら、あれだよ、ゲップしそうに。ゲフってやる？やらない。まあまあまあ飲めるけど、許せない、許せないよ。プレミアついてしまっちょるんじゃ。なんかあれじゃよね、アーカイブとかで遊べんかな。ねるちゃん、今あれじゃね、帯かき始めちょる？いや、全体的に色を整えてる。うん、すごいね、すごい、手が、手がすごいやばいことになっちょる。
いやでもちょっと汚いからまた後で書き直す。ハンさん、ペプシマのゲームはネタの高いですが難易度が鬼畜なそうです。トリビアの泉みたい。なんかあれなんじゃね、すごいクラッシュバンディクみたいなゲームって感じだった。クラッシュバンディクみたいな、へーそうなんだ。うん、あのクラッシュバンディクで、クラッシュバンディク自体あんまりやったことないからなんとも言えないけど、何かに追っかけられて逃げて走り回るゲームって感じだった。プレミアついてしまっとるゲームとかね、遊んでみたいけどね。遊んでみたいけど、お高いんでしょ。エプシマはお高いと思うよ。うん。まあ気になったらやるよ。うちもね、すごいあの京さんがね実況しちょっとね、あのしんちゃんのね、あの夏休みのゲームね、ちょっとやってみたいなって思っちゃるよ。それ。やっぱりあれなんじゃね、あのゲームするとみんな真似しちゃうんじゃね。コカ・コーラのトラックに追いかけられるところ爆笑した。すごい。よりによってあのコカ・コーラに狙われちょるんペプシマン。それはいけんね。みんな詳しいな。ねるちゃんは今ユナイトやってるけど、なんか他にやってみたいゲームとかあるん？他にやりたいゲーム、ない。今はユナイトで一生懸命かな。あれじゃね、じゃあの次はあのウィッチイットだっけ。あ、ウィッチイットは、するね。練習しとかんとね。本当に練習しとかな。あれじゃね、でも本当にあの色塗るのって大変だよね、すごく。塗るの？もっとすごい簡単に塗れる方法とかないかね。ないけど、でもどうなんだろう、描き方によるな。私はその色塗るのがすごく好きではないけど。うちはもうすごい線が描いたら満足してしまうから。色もあれじゃよね、あんまりやりすぎてしまっても良くないし、難しいところじゃよね。嫌いではないけど、でもなんか私水彩画とか今やってるんだけど、その水彩画やってる時はあれ、私そのなんて言うんだろう、イラストよりこっちの方が色塗りめちゃくちゃ集中できるぞとか思ったり。この前のあの見せてくれたお城のやつ、
そう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 。そう思うと、あれ私向いてないのかなとか思ったり、その水彩画の方がなんかうまくいけてて、あれどうなんだろうとか。アナログとデジタルとじゃやっぱりちょっと毛色違うかもしれんけんね。全然違う。違うし、集中力が完全上がってくる。ロイさん、私も地道に色塗りやってるって。ほんとね、地道が一番じゃね、やっぱり。このままつけっぱにしてね、朝起きたら完成しちょらんかなって思うこと時々あるよ。朝起きて、あれなんで昨日こんな変な塗り方をしてるんだろう、学科誌の方が多いけどね。あー、それもあるそれもあるよ。あれ悲惨だ。あれが特に悲惨だよ。あれじゃよね、すごい、あの魔法が溶けてしまうよね、すごい。そうそう、しっかりかけちゃったんにっていう。こんな下手な書き方してるんだろうとか、やっぱり。あ、ガオさんすごい可愛いたこ焼きじゃって。うちもね、すごいそれ突っ込みたかった。え、これお姉ちゃんだよ。うちな。ほら、お姉ちゃん。ほんとじゃ、耳じゃ、いや。うちね、それかわいいポムポムプリンじゃねえって言おうと思ったんじゃけど、言ってちゃったんじゃ。しょぼんになった。しょぼんじゃないよね。あ、ロイさんわかる？わかってくれる？ねえ、ほんとじゃよ。あれなんじゃ、じゃあうち、あのねるちゃんに食べられる5秒前なんじゃ。いやいや、あくまでもたこ焼きやからね。うん、え、具は何が入っちょるん？たこ焼きだよ。たこだよ、たこ。たこ？犬なんて入ってたら怖いでしょ。犬の肉入ってたら怖いでしょ。いや、そうじゃなくてね、ほら、最近ね、たこ焼きもね、いっぱい具が入っちょるの多いんよ。チーズとか、あのちくわとか。やっぱりタコが一番あれじゃない？うちもね、タコが好き。私的にあれ、トッピングな、中身は普通のタコで、トッピングがネギ増し増しがいいんだよ。ネギ増し増し美味しいよね。ネギ増し増しのポン酢が好きなんだよ。ポン酢マヨが。ポン酢マヨのネギ増し増しのたこ焼きが好き。あ、ガオさんもね、わかるね、ポンポンプリンに見えたよね。ガオさん、たこの絵文字来てくれちょる。うちがそこに入っちゃったらどうしよう。人肉以外。もっと太めのグラスが欲しいんだけど。ガオさん、生のネギ苦手なんじゃ。お金じゃん。ゴミゴミゴミ。でかい。でもあるよね、すごい。あの生でいけるのとね、あのお料理したやつで大丈夫なやつとかあるある、すごく。このブラシ全然乗らない。あ、すごい、青のりがめっちゃ乗っちょる。ほぼほぼ見えないけど、ブラシしないと見えないけど、何なんだろう、このド
すごいきめの細かい青のりじゃね。あ、イクトさん、アルツーさん、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。うちも食べてみたい。え、美味しそう。お姉ちゃん、自分は自分で食うんだよ。いや、そういうね、すごいあの でこしたね、たこ焼きめっちゃ食べてみたい。でも多分この耳は作れないと思う。普通は何か乗せられんかね、トッピング。さっきの話したさ、あのチーズとかじゃないけど、ちょっと溶けんようなやつで。ウインナーとかどう？固めるっていうこと？固めるっていうこと？固める、なんか刺したらなんとかならんかね。 何がいいんだろう。何がいいじゃろかね。たこ焼きでしょ。ん？たこせん？たこせんじゃ、イカせん。イカせんをパキッと折って貼り付ける。あ、それじゃったら刺さるかね。あ、カイカイさんベーコンじゃって。美味しそう。生地別に焼くっていうこと。なんかさ、タコせんだったっけ、イカせんべいの上に乗っけるやつあるじゃん。うん、あれをタコせんだったっけ、たこ焼き乗っけてイカせんべいなんで持ち歩きできるジャックフードみたいな。へ、うん、すごい。カオさんね、生地固めればいけるかも。いけるかな。いけるかな。鰹節は乗っけますか。うちは乗っける派。乗っける？乗っける。あとね、紅生姜ちょっと乗っちゃると嬉しい。紅生姜？どうかけばいいんだろう。私難しいな。あ、ガオさん、寝るたこ焼きはせんべいで三角の耳できるね、じゃって。あ、ガオさん、紅生姜とカツオマシマシで。うん、美味しい、絶対美味しいやつじゃん。美味しい？うん。絶対違うよ。お姉ちゃん、こんなモサモサヘアだったって違うよね。え、それで表現してくれる？全然ボサボサでいいじゃん。弁償はどうしよう。たくあんでいい。たくあん？たくあん違う、ね、あ、ミニかまぼこ。あー、すごい。ガオさんのアイディア半端じゃない。すごいね、みんな、あの、うちらの髪飾りのことまで考えてくれちょるじゃん。ねるちゃん、ねるちゃん、ガオさんがね、かまぼこどう、うん、かまぼことかどうって。かまぼこ、すごいね。しっかりじゃね、形的に。お姉ちゃんの頭にかまぼこは乗ってるけど。かまぼこバージョンうちも作ろうかな。かまぼこじゃないって言われた。普通に受け入れてるんだけど。うんうん。いや、紅生姜ってこんな感じで。
さあさあさあどうしようかな。なんかすごいあれじゃね、朝顔の模様とかすごい良さそうじゃね。なんだろう。あらまあ難しいことを言っちゃって。すごい書きながらね、どんどん、あ、これパーツ分けちょかんといけんなって思うの結構出てきてから大変じゃん。え？うん。日常茶飯事だよ。日常茶飯事？あ、でもね、それはね、作り手が、あ、どうなんだろう。パーツ分けか。うん、今ねここのほら腕のところあるじゃない、肩のところ。うん、これってさ、あの体の、ちょっと待って、こんなところ、ちょっと待ってね、ここと、うん、ここのパーツと体全体のパーツと体のパーツとね、ここのフリル、フリヒラヒラのところと胸を分けてるっていうところ、うん、腕は一緒でいいよ。なんかしょぼんでしとる、かわいい。腕、肩のところは分けてほしいって。うん、あれ、胸も分けてるっていうこと？あ、あのこれは ここが見えた方がいいかなと思って、動かすときに。それはね、うん、胸は分けなくていいよ。胸はずらして作るから。うん、ずらして揺れてるように作りたい。では大丈夫。はい、うん。そうだね。フリルとその腕の部分はこうじゃね。そうだね。中は書き込んでほしいかな。うん。で腕があるんじゃね。そうだね。こうじゃね。え。腰部分をバッサリ切ってもらえると。うん、うん、あ、ガオさん、この大きさのたこ焼きは油断すると本当じゃ、やけどするやつじゃ、あの口の中でドロッと広がってね、すごいハフハフになるやつじゃ。ハフハフになる。うん、ねるちゃん、ほんとあれじゃね、すごい着物のシワがすごい綺麗じゃね。うん、でもまだ着き始めたところだから、うん、腕のところめっちゃ好き。まだまだなんだよ。くぬぬぬぬ、まだまだなん。うん、また第一塗りみたいなもんだからね。色汚いな。色が汚い。そう、めっちゃ綺麗だと思うけど。いや、影の色が。影の。コーヒー飲んだんだ。影の色がおかしいから。うん、また。そう、修正します。
なんか汚い、か影が汚いから影が、うん、影が、そういえばね、すごい最近ね、あの友達にね、あのゴールデンカムイめっちゃ勧められたんよ。ゴールデンカムイ知っとる？なるほどね、知ってる知ってる。なんか途中までしか読んでないけど、あらすじ教えてもらってね、うん、ちょっとね、あのいろいろ教えてもらったんじゃけど、面白そうじゃねえっていう。Amazon プライムでね、やってるから、うん、読み応えはあるのかな、うん、ああ、アニメ見てない。 Amazon プライムとね、Netflix でやってるから、ちょっと見よっかなって思って。うちね、最近はね、あれなんよ、すごい粉にハマったんよ。粉？粉って何？あ、ファンさん、フォロワーさんともファン、ライズかね、ライズかね、いってらっしゃい。ひとかり頑張ってきて。粉って何？コナン、未来少年コナンにハマっちょる。メンターテの方じゃない、ね、メンターテの方じゃないよ。私メンターテコナンのファンが多いからあんまり言わないけど、なんか文字がちっちゃくて私は一瞬で読めなくなった。漫画の方？うん、何これ、めっちゃ文字が多くて読みづらいって思ってしまって。そうなんじゃん今の漫画、うん、いや、コナン自体がやっぱりああいう探偵もんってどうしても文章が細かくなってしまうから。推理物だもんね。うん、うちね、未来少年コナンってもっとすごい、あの話数が多くて見るの大変なんかなって思ったんじゃけど、26話くらいで終わってね、すごい見やすくて、うん、でもすごいね、あのめっちゃ見た感、ボリューム感すごいあって満足じゃった。なんだ。うん、あれおすすめおすすめ、めっちゃおすすめ。みんなおすすめだって。うん。やっぱりね、名作なんじゃなって思って。うん。お互いあれじゃね、服とか飾りとか、お互い今一生懸命あのファッションの塗り頑張っとるなって思って。今は合ってるのかな。不安になっていったよ私でも、ちゃんとできてるのかなって。お絵かき自体がちょっと久しぶりだから、習い事は行ってるから毎週1回は鉛筆とか持ってるんだけど、うん、久しぶりの絵描きだから不安かな。そういえばあれ、なになに、そういえば最近めっちゃ暑いなって思って。この前めっちゃ寒くなかった？寒かった？雨めっちゃ降ってた時さ、めっちゃ寒くて、最近ね、すごい雨降った後のせいなんかね、湿度がすごくって、日差しはそんなでもないんだけど、そうだね、すごい蒸してから、お昼ご飯買いに行くだけでもすごい汗びっしょりになってしまって、
どうなってるんだ、適当に声入れてるんだけど。いつも今そんな感じ。これでいいのかなって本当になってて。え、それでいいのだじゃ。変じゃないそれで。いいのだじゃ。バカボンじゃ。バカボン。それでいいのだ。ため息しか出ない。いや、集中するとね、どうしてもため息っていうか、うん、息が詰まるから、どうしてもふってなっちゃうんだけど。はるみさんじゃ、いらっしゃい、こんばんは。すごい嬉しい。こんばんは。今ね、二人でお絵かきしとるよ。出るんです。うん。あ、ねえちゃんまたあれじゃん、こっちにしょる。え、こっちに。うん、こっちにって何。え、お顔が。ああ、画面、いや細かいとこか、駆動せ画面近づきすぎて、ちょっとあれなんだ。許してね。みんな許して、ね。集中するとどうしても、パソコンの画面すごく近くで見てしまうから。いや、そうなんだよ。あのね、液タブで書いてるんだけど、うん、その、エキタブの距離がだいたい5センチぐらいまで結構顔近づけてしまって、うん、あの本当にカメラに顔が映らないっていうかさ、それをどうしようかなって思ってて、うんうんうん、お絵かき配信ありがとよってすごい嬉しい。前にあの晴宮さんがすごいジャヒーちゃん描いとるの見に行ったから、すごいうちも追いかけしたくてワクワクしちゃった。うん。ジャギーちゃんって何？え、今やっちゃるね、アニメのキャラクター。なんか北斗拳しか言わなかった。ごめんね、ごめんね。それはジャギーじゃろ。また見に行きます。うん。見に行きます。はい。それジャギー様じゃん。ジャギー様、俺の名を言ってみろ。うん。ごめんね、また見に行きます。すいません。姉ちゃん、また教えて。え、アニメね。うん。アニメっていうか、その書いてるやつと、うん、そうだね、アニメを教えてほしい。私最近アニメ全然見れてなくて。ガオさんメガネ姿。うん、うちに新しい書ちょっとね、メガネつけようかと思っちゃって、今ね、ネルちゃんと相談しながらね、メガネ外せるようにはしとくけど、うん、うん、ジャギーちゃんじゃとちょっとね、可愛くないよね。いや、やら姿は可愛いけど、ヒヒヒヒヒヒ、声が好きだからさ、ジャギーは。そうなんじゃ。いや、ごめんね。またちゃんと見に行きますので。ねるちゃんはさ、あの、また後ろの背景、あの、お祭りの背景になるん？その、今の提灯があるみたいな。あ、提灯はやる。この提灯だけはまた直して、ここ、もうちょっと屋台っぽくして、花火打ち上げようかなと思う。うん、花火ね。下にあの、うん、奥に屋台じゃないけどさ、
お麺屋さんとかじゃないけど、ちょっと遠巻きにあの出店がふわっと見えるとええかもしれんね。白の鉛筆。だから提灯これだけ残して変に、うん、どうしようかな。違うな。パスがおかしい。これじゃおかしいな。屋台がこうなってるから、提灯がそうなってるから、屋台もうちょっとやるはず。この辺に屋台や、ずらーっと。あ、どうしようかな。中心ここにしたら、幅取れるのかな。だよね。パーツをやって、この辺に、おお、すごい。こんな感じにしようかなと思って、パーツで、ここに人を描いて。あれじゃね、夜のお祭りじゃけど、すごい、あの、カラフルな、すごいイラストになりそうじゃね。うん、まあ、私が飽きないで描けれるか。いや、描くけどね。もっとすごい簡単になる方法あったらええのにな。ねるちゃんすごいあれじゃんね、今回あの新しい衣装のすごい塗りめっちゃ綺麗でさ、うち感動してしまった。感動されてしまった。何食べたらそんなに綺麗に塗れるんって思って。おやき、たこ焼き、たこ焼き。あ、でもこう、どうしようかな。もうちょい縮めてもいいんだけど。ちょっと黒すぎるかな。ねるちゃん、よいしょ、はい、動いてるよ。ここのね、髪の毛動かしたいんじゃけど、これ一塊で大丈夫？うん、別に大丈夫。なんかこの辺分けちょっと、これを動かすんだったら一塊で動くことになるっていう。そうじゃよね。この二人、その分けて色塗らないとって。そうじゃよね。すごい、あのサラサラヘアにしたいんじゃったら、ちょっとパーツ細かくしておかんといけんよね。うん、で顔を動かすから、言ってしまったら、の耳ぐらいまでそれを書き込まないと、うん、耳の下ぐらいまで髪の毛を変えてしまうと、こういうことじゃね。これは行き過ぎ。そのマーチ下でいいよ。ここぐらい？そうな、半分、うん、それぐらい、それぐらい。で、中に入り込んでるから、うん、上の部分が顔を上げた時に入ってしまうから、もうちょっと中に入ってもらえるとし、その書き込むところ
ちょっと待ってね、書くね。うん、あ、アレミヤさんすごい。お祭りの背景めっちゃ大変そうって。頑張ってね、ねるちゃん。頑張る。ここめ、ね、あれじゃん。うん。で、こう髪の毛出てるんだよね。うん。で、こっちに。ちょっと待って、ねるちゃんの頭で隠れちゃって見えん。うんうん。だから、これが、この上の髪の毛がこっちに行ったときに、うん、ここの切れるところが映ってしまう。こう、うん、この場所が見えてしまうからこれ×で、それだったら中に入れといてほしい。こういう感じ？もうちょっと中、もうちょっと下の根元の方、この辺から中に入れといて。こういう、だからこの上の髪の毛が、上の髪の毛がもし顔が、どういう感じになっちゃけばいい、先端顔がこっち向きに向いた時に上の髪の毛もこっち向きに行くから、うん、その状態でやってしまうと、いや、編集かけれるんだけど、ここの、なんていうんだ、うん、横になった時にこう見えてしまうんじゃよね。そうそう、ここが見えてしまうから、それからここで伸びてここに中に入れといてほしい。で、ここの後ろ髪の方でカバーするみたいなことになるかな。こういう感じになる。もうちょっと色を当てたら、ボボボボボボ、あれじゃね、またあのパーツできたらあれじゃね、あの投げるけん、その時にあのレイヤー見てもらって問題なかったらじゃね、うん、後ろ髪、うん、裏になっちゃった、嬉しい。気が出た。ねるちゃん、ねるちゃん、後ろ、こことかさ、こことか、どこどこ、ん、こことかね、ここの毛先パラパラしちゃって大丈夫かな、さらっと動かせる、全部バラバラっていうこと、まとめて、パーツ1個でも動ける、あのモデリングで囲ってあげて、あ、1個でも全然動かせれる、あ、じゃあ大丈夫じゃね、うん、全部、別々の動きにするんだったら分けといてほしい、一緒の方向に流れるんだったら全然大丈夫、うん、あ、それで、うん、それがいい、それがいい、じゃあ大丈夫じゃね、すごい助かるチャンネルちゃんにね、そういうのところいろいろとサポートしてもらえるけん、花火すごいあれじゃね、大変そうじゃね、っていうわけでもないと思うけど、
最終的に後ろ動かすからね。うんうん。うん。こんな、ちゃんと書かないとね。もううちじゃったらもうクリスタ先生案件じゃん、もうそれ。何クリスタ案件って。え、あの、クリスタ、あの、素材探しちゃう。ああ。花火ブラシないかなとか。でね、いろいろと探すんだけどね、結局見つからんくて、やっぱり自力で書くしかないんよ。いい感じかな。おお、すごい。よいね。楽しみじゃね。さっと書いてこんな感じ。電柱とかあるしね。これはあれじゃね、完成がすごい楽しみじゃね。うちもねるちゃんみたいにあの髪の毛にこうちょっと色入れたいな言ってたね。でもこの前緑にしたいとかどうのこの言ってたから、それをやめててグリーンバックになって透けるからとか言って。あ、ほんまじゃ。そうしよった。今まさにそれしようとしよった。いけいけ。いや、メガネとかやばくない大丈夫か。大丈夫だと思う。いや、あれじゃったら、メガネ暗いから、まあ大丈夫だと思うけど、メガネ緑ってさ、メガネのところ透けてしまうんじゃないかなとか思って。蛍光グリーンじゃから大丈夫だと思うんじゃけどね。うん。一回、そのメガネだけグリーンバックどうなできるか確認しといてね。うん、いや、あれじゃったらね、第二候補はね、すごい、あの、赤のメガネしようと思ってるから。うん。白いのもちょっと入れとこう。すごいね、ねるちゃんすごい。服の影のグラデーションめっちゃ丁寧じゃん。グラデーションじゃないんだけどね、多分ね、見えてる画質が悪いからだよ。そうなん？結構、うんうん、雑。なんか今集中ゾーンに入ってるね。やばいね。やばいね。やばいね。あ、明日もね、ユナイト配信するんだ。あ、明日もユナイト配信する？明日もユナイト配信するんだ。またカビゴン使う？いや、次はね、ちょっといろんなやつ使ってみようかなって思って。うん。なんかね、アローラ球根とかも強いみたいよ。うん、強いけど、なんだろうね。イワパレス使う？イワパレス多分使えるよ、私。普通に。
やっぱり使えるけど、どうなんだろう。いや、カビゴンが、これ一番使いやすくて。いろんなね、ポケモン使ってみてね。どれが怖いか試してみてほしいね。まあ、このフリーで戦うやつだったら、うん、1日だけ使えるポケモンとかいるじゃん。うんうん。うん。あれでちょっといろんなポケモン使ってみたいと思う。ねるちゃんにすごいね、カメックスが肌に合うかちょっと見てもらいたいね。絶対合う。絶対合う。ちょっと調べた。まだ出てないけど、うん、なんか攻撃の仕方的なやつを見てたら合うって思ったから、多分合うんじゃないかな。つよつよねるちゃん来たいじゃね。いや、期待してえ、めっちゃ期待しとるよ。うん。いや、そこまで言われると、うん、そこまでは期待しないでっていう。どっちよ。いや、うん、頑張るっていう意味で。うん、頑張って。うん。あ、見て、みんな楽しめちゃって。クイクイさん、意見悲しいって。ね、下月さんね、ユナイト配信ね、ねるちゃん楽しみ。いつもね、明日だったらちょっと、うん、応援できそう。あ、ガオさん、マシメサキレ。あ、本当に嬉しい。ね。どうしようかな、あんまり色つけてでもな。シンプルなデザインで。どうしようかな。色汚い。これぐらいかね。うん、汚い。いや、どうにでもなるからこそ汚いって言ってるんだよ。どうにでもなるから汚いって言ってるんだよ。デジタルはね、そこがすごい便利じゃよね。ねるちゃんはさ、そういうところがすごい水彩でアナログで肌に合っとるんじゃない。いやー、どうなんだろう。ちょこちょこ塗って、ね、こうね、一気にバーって塗ってしまう油絵よりかは全然そっちの方がすごいデジタルの感覚に近いんじゃない。水彩の方が多少はね修正効くし。水彩は本当集中必要。え、どうしようかな。これするぐらいだったら光の幅を増やした方がいい気がする。光の幅？うん。髪の毛にのせる色のこと？そう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 。いや、今すごい作ってる感があるから、それだったら花火色入れてみたらすごい、どういう色のせたらいいかわかるんじゃない。
何色の花火にする予定なん？またその時はバレで色をのけるから。うん。うん。何決めてない。花火もいろんな色あるし。そうじゃね。花火にも夏花火、秋花火とかいろいろあるから。でもそれはあれじゃろ？夏花火じゃろ？夏花火、夏花火。だから結構明るめの色になるんじゃないかな。やっぱりこっちの方が気がする。雰囲気出てきちゃう。今回あれじゃね、髪型めっちゃ綺麗じゃね、かわいい。なんかその衣装の方なんか出せたらいいね。出すの？え？いいけど、めちゃめちゃ時間かかりそう。いいと思う、すごく。また機会があれば、うん、作ります作ります。ね、髪の毛こっちの方がいいような気がする。あ、ねるちゃん、そろそろ2時間になりそうじゃん。2時間そんなに経ってるんだ。うん、あと15分ぐらいかね、頑張ろうね。あ、ガオさんめっちゃ可愛い。来年の夏にはぜひ実装を。こちらも頑張ろうね。ありがとう。作ろうかな、ほんとに。ありあり、全然あり。どうしようかな。みんな近く、私のイラストが近すぎてさ、あんまり把握できてないよね。いや、結構見れちゃうよ。見れてる。うん。なんかもう一個何か出せるんかな。何ブラシにしようかなと思って。ああ、何ブラシに？ねるちゃんどう？何が？グレンラガン。じゃあこっちだね。これは完全にグレンラガン。完全にドリル。楽しそうな。何かつけられんかな。
流行りに乗っかろう。これ。え？ちくわでも加えてるの。ちくわじゃないもん。竹じゃけども。下月さん、ありがとう。ね、うちらね、新しくね、早く、うちも早くね、ねるちゃんと一緒にお着替えしたい。何がいいかな。これとあれで別でいつものもつけようかな。ねるちゃんすごいあれじゃね、髪の毛めっちゃ頑張って描いちょるね。ねるちゃん大丈夫？大丈夫大丈夫。あれ声聞こえてなかった？あ、うん、ちょっと遠かった。うん。うん、大丈夫大丈夫。いつもの髪飾りもあれじゃね。ん？かまぼこにするの？かまぼこじゃないもん。分度器じゃもん。すごい多いよね。上にピラのやつだね。そう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 。うん。いい、すごくいい。もうちょっと落ち着いた色がいいかね。住んでるな。ん？どうしたの？いや、ちょっと色がくすんでるなと思って。うんうん。うん。下月さん、これアンダーリムっていうの？これめっちゃいいよね、すごいデザイン。うちもすごい好きなんちゃう。何にしようか。あれなんだよね、すごい、あの瞳の部分がね、すごい隠れんくてから。でもすごいメガネ要素足せるけん、すごい好き。すごい隠れんのじゃけど、でもメガネ要素足せるっていう、すごい美味しいメガネ。うちもね、だから最初のアンダーリムにするかどうか悩んだよね。一つ作ろうか。じゃあね、ねるちゃんにお願いして、あの2つ作ってもらおう。
よ。本当に。これ。これとさ、あ、これって言ってしまったら2つ作るのはいいけど、あれカーブ動かすモーションを2つ作らないとっていうことで。え、そうなん、パーツあの。だって目がダメな。だって目を動かすんだよ。目を動かすんだったらここに顔動くわけじゃん。じゃあそれと同時に目。メガネを移動させないとダメじゃん。うん。うん。メガネ移動させて。モーションコピペじゃダメ？モーションコピペじゃダメ？モーションコピペ、モーションコピペ。わかった。やってみる。なんとかやってみる。できなかったごめんね。うん。一番はこれね。あの緑、うん、はい、うん、もな、うんうん、でもあれじゃね、すごいいい感じの夏イラストになりそうじゃん。まだちょっと汚いけど、ん、まだちょっと汚いけど、まあ、いいんじゃないでしょうか。絵ともすごく、うん、しよくね、線画にね、色のせるのどうかなって。線画に色？うん。それぐらいは全然。線画でね、黒い主張をね、しっかり出した方がええんか、悩みどころじゃなって思って。よいしょ。すごいあれじゃね、あの明るさがすごい変わったね。うん、変えた。後ろに花火が出るの楽しみじゃねえ。だね。そうね、どうしよっか。結構、結構ね、色重ねてるから。色重ねてるから、あんまり下手なことができない。変なことって、あー、グラデーションマップ。うん、いや、顔とかも結構光入ってるから綺麗になっちゃうっていうか、この影が暗すぎるから、うん、なんとかして、うん、ちょっと変えてあげないとな。それはあれ、あのお祭りの人とか囲む？来てる人。うん、
ちゃくちゃにはかかったな。ボタグいっか。じゃあそろそろ時間になりそうじゃん。時間になりそう。うん。了解了解。どっかいね進捗。進捗？人物、うん、人物私自身は結構いけたのかなっていう。あと背景描いて、うん、でもうちょっと細かく影をつけてで服とかに柄とかまだつけてもいい。手がすごい良くなっちゃったもんね。うん、うん、また、ね、柄とか入れていったら雰囲気もうちょっと変わるのかなっていう感じです。どんな柄になるのかね、はい、楽しみじゃね。いやそんなめちゃくちゃな柄ないと思う。うちもね今大まかにこう影乗せてきよって、うん、今日ねねるちゃんとねお話ししながら描いて、ここはねこうパーツ分けしたらええとかね教えてもらったけん、あとはね早く色塗ってねパーツそこの辺のところまでね分けれたらええね。そうだね、もうちょっと画面アップさせよう。ん、え、なんか中途半端だったからね。うん、ねるちゃんの見せられ、どう？ちょっとなんだろう、見えてるかな。この辺？これか。この辺だね、多分。うん。あ、質が多いな。そんなことないよ。うん。あれじゃね、ねるちゃんのイラストもすごい完成楽しみじゃね。えんで、うん、はい、はい、いました、はい、はい。じゃあね、最後にちょっと来てくれた人の名前呼ぶね。シャルちゃん来てくれてありがとう。下月さん来てくれてありがとう。キョウさん来てくれてありがとうね。あ、ユキトさんも来てくれてありがとう。アンさんもね、来てくれてありがとう。あ、フリーザ様も来てくれてありがとうね。カンカイさんも来てくれてありがとう。ロイさんね、来てくれてありがとう。サムネイルすごいありがとうね、かわいいの。ね、うちら二人めっちゃかわいく描いてくれて感謝じゃよ。あ、チカさん来てくれてありがとう。エリーのアトリエさんも来てくれてありがとうね。ナマズケさんも来てくれてありがとう。イクト R2 さんも来てくれてありがとう。アレミヤさんもね、すごい来てくれてありがとう。めっちゃ嬉しかったです。あ、みんなお疲れ様ありがとう。ね、みんなもね、作業はかどったかね。ね、みんなもね、週末、あとね、一日あるけんね。お互い頑張ってこうね。ねるちゃんもね、明日。明日、うん、ねるちゃんは明日配信あるよね。うん、ユナイト配信5時間。すごい、5時間やります。なので皆さん時間空いてる時に入ってきてもらえると嬉しいです。坂型なんで、はい、うん、それぐらいかな。はい、みんなね配信楽しみにしておいてほしいです。うん、はい、あ、かいかいさんアーカイブで楽しみを呼ったって、すごい。
カイカイさん、ありがとう。ありがとう。下月さん、5時間じゃって。5時間、5時間。前7時間だから5時間なんてへっちゃらったよ。頑張ってね。うん、はい、今日はね、みんなね、見に来てくれてありがとう。ありがとうございます、うん、またね、配信ね、決まったらね、ツイッターで告知するから見てね。はい、よろしくお願いします。じゃあね、みんなおやすみなさい。はい、おやすみなさい。ではでは、バイバイ。バイバイ。